蘭育次郎不思議な電話の事件誕生日の事件今日は、みちこさんの誕生日です。ちょうど、学校も夏休みになったばかりですし、みちこさんの家は鎌倉にあって、窓を開ければ青々とした海が見える丘の上にあったので、 いいいを兼ねててのお友達がいっぱい来ていました何しろ昼間は暑いことですしそんな時に部屋の中にいてもつまらないというのでお誕生のお祝いの会は涼風の吹き始める夕方からということになっていましたそれまでは太陽の輝く砂浜で思う存分に泳いだり縄跳びをしたり 相撲をとったりしうんとおなかをすかせておいてごちそうにしようというわけなのでした照夫君も美智子さんのお兄さんの健治君とは同級だった古い友達なものですから誘われて午前中から遊びに来ていました例によって私も一緒に来て久しぶりの涼風を胸いっぱいに吸いながら 愉快な一日を送っていたのですいかにも後であのような大事件さえ起こらなかったならばその日はこの夏でも最も楽しい思い出の日であったに違いないのですがその大事件というのはいやその前に私たちがこの賢治君の家に来た最初の時から感じた ある不吉なことをお話ししなければなりませんそれがあとで起こった事件にも非常に関係のあったことなのですからそれというのは私と照夫君が賢治君の手紙をもらってこの鎌倉の家へ来た時ですやあこんにちはわざわざ手紙をくれてありがとう。今日は、 美智子さんの誕生日だそうだねおめでとう照男君が言いますとああよく来てくれたねうんそうなんだしかしそればかりでなしに是非照男君の知恵を借りたいと思ったのでねそれでわざわざ遠いところを来てもらったんだよと賢く君は気のせいかあまり顔色がよくありません おうそれはまたどんなことなんですか私が聞いてみますとケンジ君は誰も人のいない応接間なのに低い声で話し出しました実は不思議なことがあるんだこれは古い昔のことから話さないと分かってもらえないだろうけど簡単に言うとテルくんを知っているように 僕の家は父も母も僕と美智子とを残して早く亡くなってしまったそれで両親の残してくれた財産や日本一のすばらしい真珠があるんだがこれは美智子が13の誕生日を迎えるまでという約束でまだ小さかったのでおじさんの黒木十兵衛という人に頼んで預かってもらっていたんだ 君はちょっと口を切るとすぐまた続けてそれは確かなことでもし間違いがあるといけないというので僕の父と黒木のおじさんとの間にちゃんと書きつけまで取り交わしてそれは今この2階の金庫に収まってあるし昔からいる仁やもよく知っていることなのだところが先月あたり ふととしたことで僕が気づいたこでがが、づいんだどうもその金庫を誰かがこっそり開けようとしているらしい何かきりのようなもので帖のところをひっかいた様子が見えるんだ <laughs> 私は思わず大きくうなずきましたすると誰かがその中の書きつけを取ろうとしているんだね。 そうなんですそれ以外には別に大切なものも入っていないしだから僕の考えでは誰かがその書きつけを手に入れて自分の都合のいいように書き直し僕たちの財産や真珠を横取りしようとしているんじゃないかと思うんですそうだそれに違いないその金庫に、 そんな書きつけが入っていることを知っているのは誰々なんだね照夫君が初めて口を開きましたさあぼくとみち子とじいやとそれから黒木のおじさんの4人ぐらいしか知らないはずだけれどそれでいよいよ今日がそのみち子さんの誕生日だというわけなんだね。 妙な予感じゃあ今日一日の間無事ならいいわけなんだねそうなんだ今日の夕方にはおじさんがその書きつけと引き換えに真珠を持ってくることになっているんだからじゃあ念のためその金庫のある部屋というのを見せてもらっておこうかなうん見ておいてくれたまえこっちだ 君が先に立って私たち3人が2階に上がっていきました2階の窓からは松林越しに海が見えてなかなかいい景色ですその上今日は海岸では花火大会だそうで昼間から景色のいい打ち上げ花火の音がダーンダーンと少しずつの間を置いて 気持ちよく青空に響いていますとその時です誰もいないと思った隣の部屋でガタガタっと物音がしたのでびっくりして振り返ってみますと思いがけなくじいやがひょっこりと顔を出しましたあっんじ君も驚いたようですがじいやの方も急に顔を合わせたのでドキンとしたように。

しかしそう言ったのに別にほうきも何も持っていなかったようですこれですよケンジ君が片隅の金庫を指さしました近寄ってみるとなるほど文字合わせの情のところに盛んにいじり回したらしい傷跡がついていますはは、だうろね。 思わず心配になって言いましたこの金庫の開け方を知っているのは誰と誰なんだいケンジ君はその文字を合わせながら今は僕だけしか知らないんだよ前にはミチコも知っていたんだけどなかなか面倒なので忘れてしまったなんていつか言っていたからそう言っているうちに金庫の扉がキーっと と開くとあああああるあるるる確かにあるあるかかにいそそれれはよかったたで安心した私は開けたら煙のように消えうせているのではないかと内心心配していたのですが無事であったのは何よりですじゃあともかく僕は心配になったからここで見張りをしているよ。 テルオ君たちはせっかく来たんだからちょっと泳ぎに行ってきたらどうだいそうだねじゃあそう言うんなら久しぶりにちょっと泳いでこようかなケンく君一人で大丈夫かね大丈夫だと思うそうかいではなるべく早く帰ってくるよお兄さん行ってみようというわけで 賢治くんは家に残り照夫くんと私とが海岸に出てきたのでしたこんなことがあったものですからせっかく楽しい誕生日に呼ばれながら他の何も知らない友達のように心から愉快に泳いだりかけたりすることができず輝く太陽や青々とした海を見ながらもふと奥歯に物の挟まったような さっぱりした気持ちになれずにいるのでした。一発の銃声。それで、私と輝雄君とはみんなよりも早めに海岸から引き上げてきました。帰ってみると二階では相変わらずけんじ君が金庫のそばに椅子を持ってきて、雑誌を読みながら見張りをしています。 早かったね。けんじ君が雑誌から目を離して私たちを見上げました。うん、なんだか気になってしようがないので、早く帰ってきたよ。別に変わったこともなかったかい。輝雄君が聞きますと。うん、何にもなかった。ただ二度ばかり。爺やが心配そうな顔をして上がってきて。 疲れたら変わりましょうと言ってくれたけれどそれも断って一人で頑張っていたよそりゃあよかった思わず私が言ってしまった私にはなんだかじいやの様子が気になってしかたがなかったのですさてそうしているうちに日暮れが近づいてきましたので美智子さんをはじめ大勢の友達がそろそろ帰ってき始めました 急じゅうがにぎやかになったようですあらいらっしゃい何にも知らない美智子さんは一人でうれしくってうれしくってたまらない様子です何しろ今日は誕生日ですしそれに日本一だという立派な真珠がいただける日なのですからおめでとう照く君と私とがあいさつをしました さっき海岸でちょっと見かけたと思ったらすぐ見えなくなってしまってみんな2階にいないで下に来てちょうだいよ僕だけはちょっと用があるからケンく君だけはまた2階に残っていました私たちが下に来るとまもなく電話がかかってきましたそれはおじさんの黒木さんからでケンく君にということなので 2階にいた賢治くんを呼びにじいやが上がっていき急いで降りてきた賢治くんがその電話を聞いてみますとやむをえない用事が今までかかってまだ横浜にいるけれどこれから大急ぎで行くから30分ほど待っていてくれるようということだそうですあらつまらないわどうして遅くなるんでしょう待ちに待っている美智子さんは 大不平です。そんなこと言ったってしょうがないよ。もう30分で来るんだから。その時です。ダーンと何か銃声のようなものが聞こえました。私ははじめ、これも花火大会の花火かと思ったのですが、それにしては少し音が違ったように思いました。風。 これが恐ろしい銃声だったのです。電話を聞いてそれから不平を言う美智子さんをなだめてからまた2階に上がった賢く君が上がっていったと思う間もなく顔色を変えて駆け下りてきたのですその顔色は真っ青で手はブルブルと震えていますそして物をも言わずにその震える手で照く君の手を取ると ぐぐいぐいと2階に引っ張っていくではありませんかあっけに取られた私も2人について2階に上がっていったのですが上がりきった途端に「あっ!」と思わず驚きの声を漏らしてしまったのでしたその部屋の金庫の前にはじいやが打ち倒れているそして金庫の扉は開けられて 中はカミ切れ一つない空っぽなのです。急いで駆け上がってじジやを抱き起こしてみますと、ああどうでしょう。たった一発で見事に心臓を打ち抜かれ、もうすでに息が絶えています。そういえば、まだ部屋の中にはきな臭いピストルの硝煙の臭いが漂っているようです。 さすがの照く君もギョッとしましたがしかしそれにもまして賢く君の様子は旗の見る目も気の毒なほどの落胆と老いぶりでした無理もありません大切な書きつけを取られてしまっては今日おじさんからもらうはずのたくさんな財産と日本一の真珠が不意になってしまうかもしれませんもしそんなことになったら あんなにうれしがっていた美智子さんの嘆きはいったいどんなでしょううーん照夫君も私も腕を組んで考え込んでしまいましたそれにしても私としてはどうもじいやの様子がなんとなく変だじいやがこの書きつけをとって賢治君の財産を横取りしようとしているのではないか ついさっきまで疑っていたのですがそのジーやがかえって殺されてしまった今となってみるとまるで見当違いだったと考え直すより仕方がありませんでは誰がその金庫にその大切な書きつけがあるのを知っているのはまず賢治君と美智子さんそれにじーやとおじさんの4人それから金庫の開け方を知っているのは 君だけんもっとも美智子さんも知っていたが忘れてしまったということだしまさか美智子さんは自分で真珠がもらえなくなるようなことはしないであろうからとなると賢く君が怪しいことになるのですが賢く君はちょうど私たちと話をしている間の出来事ですしそんなバカなことをするはずもない。結局 おじさんの黒十兵衛だがたった今横浜にいるという電話がかかったばかりですその人がもうこの家の2階に忍び込めるであろうかまたおじさんは金庫の開け方を知らないのだこう考えてくるとまるで雲をつかむような奇妙な事件になってしまうのでした そうしているうちに時間が経つと玄関の方に音がして黒きのおじさんが来た様子です不思議な電話何泥棒が入ってジーアを撃ったっておじさんは来るそうそうただならぬ空気に気づいたのか2階に上がってきました。 そうなんです。そして金庫の中にあったあの書き付けを取られてしまったのです。健二くんがおろおろした声で言いました。何？あの書き付けとはなんだね。おじさんは不思議そうな顔をしました。そらあの書き付けですよ。今日の道子の誕生日におじさんから。 真珠と財産と返していただくというえー、そんなことがあったかねちっとも知らないよわしはおじさんはいよいよ不思議そうな顔つきですだってだってといっても何か証拠があるのかねだから その証拠の書き付けを取られてしまったんです。じゃあ、そんなことが書いてあったかどうかもわかるんじゃないか。そんな話をされても困るよ。第一、わしはそんなものを預かった覚えもないね。ああ、預かった覚えがない。そ、そりゃあ,あんまりです。ケンジ君は、 もうう顔色が死人のようです。照夫君はどこへ行ってしまったのか姿が見えませんけどあまりのことに見かねた私がまあそんなことをおっしゃらないでよく思い出してくださいその書きつけはこの私もついさっき確かに見たのですから思い出せと言っても知らんことは思い出せんからねそんなことよりも、 じゃあその犯人を捕まえて書きつけを取り戻した方がいいんじゃないかふふ。フ <laughs> ッとに々くにくしい口ぶりですそしてこんな不愉快なところへ来るんじゃなかったわしは帰ると振り向いた時ですひょっくり現れた照夫君が当せんぼのように立ちふさがるとあった ちょっと待ってください今その犯人を捕まえますからえ思わずみんなが目を見合わせました気が付いてみると照く君の語りはどこへ行ってきたのか雲の巣が引っかかっています犯人を捕まえるってそうです犯人はあなたですば、バカな 黒木おじさんは飛び上がってテルオくんをにらみつけると。わしは今横浜から来たばかりなんだぞ。横浜にいたわしがどうして犯人なんだ。まあそう向きにならないで。ちょっとこれを見てください。テルオくんは平然としてニコニコと微笑を浮かべながら下げてきた風呂敷包みを開け、中から携帯電話と双眼鏡を出して。 テーブルの上に並べました。そして「黒木のおじさんあなたのおにも空僕と同じように雲の巣が引っかかっていますよ。横浜から来る車の中にまさか雲が巣を張っていたわけでもないでしょう。ハハハハハ!」こういうわけです。皆さんも聞いてください。僕はさっき、 事件のあったあとでこのへんを調べてみると2かいのまどからやねにずーっとうすいけれどあしあとのようなものがつづいているのにきがついたのですでそれをたどっていってみるとそらむこうのおおきなきのえだがやねのほうにとびだしているでしょう。あそこまでいくとどうでしょうだれかいままでそこにいたらしいようすと。 それにこの家の電話線にこの携帯電話が接続されているのを見つけたんですそしてそこに双眼鏡もありましたこれで僕はすぐ分かったんです誰かがそこからこの家へ電話をかけみんなを下にやっておいてから金庫を開けようとしたんだということがそれにこの双眼鏡でのぞいていて さっきけんじくんが金庫を開けてみせた時の文字の合わせ方をあの木にいてちゃんと読み取ってしまったのだということもこれは実にうまいことを考えたもんですよその前にも開けようとしたんだが文字合わせが分からなかったので情のところに傷をつけただけで失敗したものだから双眼鏡でのぞいていたんですしその上ここから30分もかかる横浜にいるような電話をかけておけば まさか自分が疑われるとは思いませんからね照く君がそこまで行った時黒木は身を翻して逃げようとしましたしかしすでに照く君の手ぬかりのない知らせで出口には制服の巡査が3人も頑張っていたのでした黒木は難なく捕らえられました案ののポケットの中には、 盗んだばかりの書きつけがあって一も二もなく恐れ入ってしまったのです黒木十兵衛は商売に失敗して急に預かっている財産が欲しくなりこんな悪事を企んだのでしたご視聴ありがとうございました蘭育次郎作の他の作品は このようなものを朗読しておりますそして最新の朗読動画はこちらですどうぞ合わせてご視聴ください